チェックだーよいよいよ頑張りましょうそれじゃないとこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。乾杯。はい、今日も始まってきました。イーストジュライト、2014年ラストです。よいしょよいしょ。はい、そんな本日は第4週目ということで、キスマイブサイコやります。ただでもいつもね、参加してくれてるテディちゃんがちょっと高熱で休みということで、今回はまあスペシャルゲストをお呼びしています。まあ、それはさておき、今日ね、社長が高熱のため、ちょっと来れないということなので、インフルではないですよね。インフルではない、急遽、代わりのメンバーを連れてきました。いや、よし、それじゃあ自己紹介からいこうか。はい、乾杯。乾杯。はいイーストワン最年少のレイラです。なるほど。年末最後なんで、頑張ります。おいしょー、よいしょ。イエイイエイ、ボーボー。ふー、一番年上ってなんて言うの？最年少。はい、どうも、イーストワン最年長七瀬レオンです。本日は社長がいないということで、本日のキスマイブサイク負ける気がしません。1位取ったるでいいや。はい、みんなのアイドル演劇連です。ちょっと今日髪の毛好きすぎました。僕もプライベートというか営業前と営業後毎日ねツイキャスここやってるんで、このアカウントでぜひフォローしてサポート通知お茶投げまくってね、今日は、1位取っちゃいます。はい、どうも、イーストワン、なんだこれ、最初の方からいるおじさん、ヒデです。今日は社長が、風邪だということで僕は代わりに来ています。こう LINE ID 僕ね、ないんですけど、はい、送ってください。はい、どうも、はい、今年最後、みんなの目線をいただきレンピー。常に二日酔い頭グラグラ、青い家二年三歳レンピーこと花きれい、よろしくね。元気全部使ったからね。はい、で、今日はね、テディちゃんがお休みということで、今回は、年末最後ということで、イーストワンじゃないと、キスマイブサイクはね、するんですけれども、今回はなんと、一回説明しましょうか、キスマイブサイクは何というのか。説明しよう。キスマイフット2がやってるね、キスマイブサイク、7人グループいるんやけど、その中で、お題を出されて、そのシチュエーションに応じて、女の子をよく喜ばしたいとかいろんな対応をして、ランキングをつけていくっていう、キスマイブサイクの丸パクリなイースタンブサイクなんですけれども、今日は女の子がいないということで、ニコ生ナイトチューブスタッフのショッツさんに来てもらい、ゲイとのゲイを連想でやっていきたいと思います。今まではカップルとか、その元気な様子はみんな頑張らなかった。カップルとか、彼女とかお客さん設定だったりいろんなやるやけど、今日女の子がいないということで、ショッツさんに来てもらってゲイ設定で、ゲイの設定で、ショッツさんゲイなんすか。でやっていきたいと思います。リアルに危ないですよそれ。はい、それではスペシャルゲストをお呼びしましょう。一斉のでショッツさん。
ちょっと危なくないですか。違う違う違う、これ見てる人が完全にこれゲイやと思われたらもう危ないやつじゃないですか。手がちょっと若干エロいショットさんのお茶ください。手がいや俺もあの来た瞬間にちょっと企画考えてくださいってピンってちょっと来たんがあったんですけど、はい、何何何いきます。いいっすよ。1個あったんが、うん、まあ、今日うちの娘休みじゃないですか。はいはいはい、だからちょっとうちの娘は、はい、ちょっとマリッジブルーで休んでて、はいはいはい、でそれの俺はお父さん役、はい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 、でちょっと娘ちょっと結婚決まったけど、はい、自分どうなんや、はい、どうしてくれるんやと、はい、悩んでると今、はい、自分どう考えてるんやと、はい、の一言が欲しいなと思ってお父さん役。そういや聞いてました。ゲイの方がおもろいですかね。いやゲイのお父さんなんかいないですよ。え、ちょっと待って、嫁さんのややこしなるお父さんとできてまうってこと。ちょっと待って、なんかもう起こすだけでもうゲイでしょ。だから一回静かにして、だからゲイとして、ゲイとして俺らが口説いたりそのシチュエーションに応じて対応すんのか、うん、はたまたゲイとか関係なく、うん、その舞子のお父さん役で、うんうんうん、んでお父さんにまあ挨拶をするっていうのをどっちがいいかっていう。そうそうそう、どうですかね。でもゲイやのにお父さんとおかしくない。ゲイじゃないって。もうゲイやな。でも俺ゲイの娘と結婚するってこと。いや、そういうことだからもう、お鍋っていうことゲイじゃないの。設定は、まあ、でも楽しいかもしれんよな。じゃあどうする、どれがいいかな、どっちの方がいいかな。舞子のお父さん、実はゲイで、そのゲイのお父さんを、ね、ややこしい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 。俺娘を絶対幸せにするんでって言ってる中であれやろ、娘の彼氏を奪おうお父さん、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 俺にあれやろ迫ってくるんやん。まず三角関係やね。すごいな。どういう設定がいい、ただただゲイゲイ設定なのか、もう舞子のまあお父さん役の設定なんか、どっちがいいかな。あ、これアンケートじゃあ取ったらいいんじゃないですか。パパッとショットさん顔小さいんで。ありがとうございます。ゲイですか。そうそう、ゲイやから関係ある。関係ある。いけるこれ、ゆうためっちゃ関係ないこと聞く。酢豚を好きです。ゲイのお父さん役がいいか、もうただのゲイ役がいいか。かちゃん、お父さん役がいいか、ゲイ役がいいか。そうそうそう、うん、お父さんと息子がゲイの設定。私ゲイがいいよ。めっちゃ難しい。息子誰やねん。親子でゲイ。ゲイ同士の親子で、息子がゲイ、お父さんゲイの、まあ、禁止とか、禁止とか、禁止とか。すごいな、嫁もゲイっておかしいやん。今からこう一人ずつ出て行ってやるんです。何よ、ほんと。とりあえず今日みんなおねえ言葉使ってやる。やだわ、あなたも。え、でも舞子のお父さん役でいいよって。あ、うん、ほんまやってるな。で、舞子のお父さん役できます。ゲイってめっちゃ多いで。ゲイ派みんな多いな、どっちがいい。で、出そう、オッケー。結果もうパーンって出して、結果パーンって。あー、何これ、ゲイお父さん。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 そうか、これはもう、ゲイさんが。じゃあもう、今までやったことない。うん、ゲイ役で。ゲイ役、OK。逆にゲイ役で。よいしょ。だってゲイのお客さんも来る場合あるんやから、全然ある。それに応じて、俺らも対応できとかなあかんから。ああ、そうですね。ゲイのお客さん来てもらったら、俺、どついてもらうわ、多分。じゃあ今日は、はいはい。今日は、今日のキスマイブザイクは、ゲイを。演じてやります。ショットさん、はい、ちょっと当たり強くても大丈夫ですか。いいっすよいいっすよ。じゃあテーマはどんな感じがいいんですかね。お題をじゃあ発表します。お題はじゃあゲイやからな。ゲイのお父さんとどういう体でセックスする。お父さんも関係ない。連備好きやろ。浮気相手。うん、お父さんがいつの間にかゲイに目覚めた話。え、難しいな。それもあれっすよ、ショットさんの今までこれ今からゲイになるみたいな人生の話です。どういうことや。朝起きたあれや。お父さん何してんの。お父さん早くしな、ね、できへんから、ね、じゃあどんなのがいいかな。お題あ、じゃあもう単純にゲイが店に来て、うん、それ俺がキュンってなった方がいいんですよね。まあそうですね。え、むっつー。ちょっと待って俺ショットさんにキュンってなられたらね。これからどうせしたらいいの。店に来て、締めもらえ。ゲイが、あと一言でシャンパン入れる。ああ。はい。っていうその一言。オッケー。どうですか。オッケー。オッケー。
まあ、シャンパンおろさしたらいいってことで、うん、そうですね、シャンパン抜かしたらやろう、うん、オッケー、じゃあそれでいきましょう。今日のイースタン、はい、あのキスマイブサイクのお題は、うん、ゲイのお客さんが来ました、うん、はい、はい、そのお客さんがもうちょっとでシャンパンおろす、うん、その俺らはどういう一言を出すかっていうのね、はい、はい、おいおいおい、どういうことなのね、はい、じゃあ順番決めます。ジャンが力やな、売り上げ順でいく、いや売り上げ低い順でいく、最初はグーじゃんけんほいあいこでほいあいこでほいあいこでほい、うわ悔しい、最初はグー、これ後半めっちゃ損やで、ね、勝った人が順番決めれる、じゃあ勝った方来とかで、勝った人が順番決めれる、じゃあ一番考えた、いつもそうだ、いつもそうだ、なんでなんでもいいわ、最初はグー、勝った人が順番決める、最初はグーじゃんけんほいあいこでほい、じゃあ俺最後やな、最初はグーじゃんけんほい、最後なんや。2番目。3番。うーん。じゃあ4番。1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 番。ああ、なるほどなるほど、レレオンさんの欲しいやついっぱいある、レレオンさんがチン勝手にやりだしたんでそれだったんだけど、なるほど、限界になったらじゃあチンしてください、お、やば、始める時チンで、いや、もういいわと思ったチン、今日、締め日やん、今日、締め日やん、自分俺、今日結構持ってんで、本当に結構持ってるよ、全然カードとかも全然ないけど、あはははどんな感じか、どんな感じなんかな、それは。あ、まあね、今日俺全然、うん、あ、そうそう、今日全然夜とか、うん、もう全然朝まで行けるねんけど、あ、本当にどんな感じ、どうしたらいいかな、いや、まあ、じゃあ、ね、どうしたらいいかし、どうしたらいいかしら、こっからどうしたらいいかしら、あ1週間ぐらいちょっと出かけちゃう、このままなんかちょっと、うん、距離、この距離遠いんじゃない、あ、ごめんね、遠いんじゃない、ごめんねごめんね、うん、どうなの、まあ、じゃあ、うん、今日はね、君と、うん、二人で、二人っきりでシャンパンタワーしようか、うん、え、シャンパンタワー、うん、シャンパンタワーだよ、うん、ちょっと白い感じのやつをね、もうね、うん、行こう、はい、逃げた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 、やば、逃げた、はい、今のは、今のは、今のはショッツさんが振られたってことです、振られた、どんだけ金積んでも無理やっていうこと、ただただただ俺積むの見てて思ったけどさ、ショットさん多分ホスト通ってるやろ、いや通ってる通ってる、絶対言ってるやろほんまに今リアルっぽかった、俺微妙とかやるそういやでも実際ああやって来られたら多分そうなると思う、ちょっと対応できるっぽいよな、ぽいよね、ぽいよ、なるほどなるほど、あーなるほど、ゲイっぽさってどんなんやろ、ちょっとやっもうちょっと頑張ってきます、もちろん今のぽいよね、全然今の今もめっちゃぽかった、意外とダサい、本番はまだ本番ショットさんの方が言ってるんか、2人目が、2人目、危ない危ない内容になってきてないこれ、2人目、あ、なるほど、何してな、おおいしょあら、最近久しぶりに来たんだけど、終わり、いや、スタート、可愛い顔してるじゃないの、ありがとう、あなたなかなか可愛い、今夜どうなのよ、今夜持ってる、あ、今日お金あるわよ、どうするのよあなた、まあラストンも撮りたいし、今日締め日でしょあなた、今日締め日、どうするつもり、いつもなかったから、なかったから、それ店でってことかしら、うん、店、え、それはどこの店かしらそう、自分の店、自分の店、あ、お店でだけってこと、いや、外ではもうちょっとまあ、店でしてから、してからの、してからの、その後が聞いたよね、してからの意味がわからないわよはいはい、ほんまに意味だから、ほんま意味だ、どういう意味やろ、難しい、これめっちゃめっちゃ難しいほんま意味だから
喋りすぎらすよ。とりあえず今日人数多いから、ね、とりあえず3番目までやってもらおう。それで3番目やってから、うん、あの俺とキレンが4号やんか。でそれで CM 挟まったりする。じゃあそれでは3番目、あ、レンピか。チェンジで。チェンジよ。得意よレンピ。レンピ得意よ。強そう。レンピ強そう。レンピは強いよ。あら、レンレンじゃない。待って、何これ、なんこれ何なの、どうしたの、どうしたの、どうしたの、ちょっと照れるじゃない。足までちょっとやめなさいよこの店で。ちょっとめよ、ちょっと恥ずかしいわね。なんで、ひげ濃い今日。今日ちょっと汗かいてるね。ちょっと濡れてる、照れてるのよ。濡れてる。なんなのあなた。濡れてる。今日締め日ね。今日締め日よ。シャンパン入れてほしい。入れてほしいわ私。なんで、なんであなたまで。何よ、なんであなたまで。ダメなの。なんであなたまでそんなグイグイなのよ。なんでよ、一緒にグイグイ行こうじゃない。グイグイよしこ、パリラの歯でしょ。じゃあ私だけのシャンパンコール聞かせてくれる。聞かせてあげるわ。何でもいい。私も夜も、夜私は何噛んだ、何何噛まよ、そりゃ噛んだから今一本ね。一回噛んだらもう一本だからね。あ、うん、いいの、どんどん増えていくわよ。そう、いいの、一本、一本、一本より今日いくらいけんのよ今日は、うん、そうね、カードもあるから。そうっすね、200万ぐらいだ。200？え、すごい。200しかいけないの。ダメ、ダメよ。じゃあ私のチンコ何部だと思ってるの、本当。そうね、うん、じゃあ1000万いくわ。いく。で、一本、一本、一本ね。じゃあ終わってからの俺の一本いいの。まだやめないわ。何ちょっとやめなさいよ。やめなさいよ。何逃げてるな。何逃げこれ強いわ、これ強いわ、すごい、これ強いわ、すごいわ、強いわ。ギャンギャン来てたもんね。ちょっとよりレ レンレンがゲイの話。それだ。それではね、3人目が終わったところで一回 CM の方行きましょうか。よいしょ、温泉地。それでは CM レッツゴー、レッツゴー。ちょっと会いたいな。よかった。4番目、はい、レオンさん、レオンさん、一丁行っちゃいましょう。よし、何あなた、レオンっていう、まだ始まってないよ。ピンってやってからね。なるほど、始まり。どうも、あなたレオンっていうの。じゃあ私のこと今日からマチルダって呼んでくれる。なんてマチルダって呼んでくれる。なんて、ま、マチルダよ。なんてマチルダ知らないの、あなた、もしかして。なんてどこ見とんの。私のレオンは私のレオンはどこにあるのかな。何求めとんの。どうしたの。てお前今日締め日やで。締め日って何よ。締め日何よ、あんたお金持ってる。締め日やし、お前今年終わるんだよ。今年、うん、そうね。最後に言っとけよ。いいわよ、今日持ってきてるわよ、結構。いくら持ってきてるの。まあ一、うん、本カラーかな。一本カラー、カラーね。今日はカラーよ。いや、マックス聞いてる。マックス、その下とかいる。あなたは私のことお金としか考えてないでしょ。お前ここホストクラブ。え、ホストクラブだけど。ホストクラブって何するとこや。お金使うとこや。どこ見た。それをプラスアルファで。じゃあプラスアルファでいくらなのよ。あなたが言いなさいよ。お前ここ欲しいんか。当たり前じゃないよ。やれ。おお、何よ、何よ、あなた何よ、どうする。私ちょっとヒゲが性感帯なのよ。
汗びちゃびちゃやろ。興奮してるのよ。興奮してるの。あなたこういうプレイが好きなんだ。産ませてよ。どうするねん。もういいわ。どうするねん。じゃあ、うん、そうね。な、何がしたい。100万ね。100万あなたの肉…100万とお前帰れ。あなたの肉棒は100万。帰れ100万。帰れ。いらんもん。何回通ってると思ってるのよ、あんた。何回通ってる？何回どれだけあなたの子…何回通ってるそうね、今、そうね、2000年から数えたとして、もう14年通ってるわよ。14年そうよ、もう私ももうこのもうヒゲどんどん14年よ、俺26年生きとんの。26年で14年通ってたら、もう計算できないわよ。そうだな、どんだけ通ってるか関係ないわ、どうすんの。今日は今日しかない。今日は今日しかないからこそ、あなたの最初から下ろす言うことはそうなんだよ。じゃあ分かったよ、うん、行くんか。行きましょう。シャンパン行くわよ。シャンパン、シャンパン行くわ。いらんわそんな。え、じゃあ何が欲しいの。今月金が2000狙ってるから。2000、うん、2000円ぐらいだったらすぐ出せるわ。俺と記念の差が1500ぐらいやから。うん、うん、何あなた、だからお前あの2000円。何あなた、綺麗に勝ちたいっていうこと。じゃあ写真集出しなさいよ、あなたも。写真集。そうよ、そうよ。かそれぐらいやって。 DVD 出そう。分かったわよ、2000出すわよ、それで。いけ、おし。出すけ。出すけ。 DVD 出すっていうことでね、2000枚いきましたね。はいはいはい。おし、それではね、ちょっと長かったごめんなさい。じゃあ、ラストに写真集を出したキネイクに行ってもらいましょう。おし、おし、おし。5000はいける。俺使う意味、まあ、ただゲイって言われる。ゲイって言うの。SOD から出すんすか言ってた誰か。あら、久しぶりじゃない。はや、あ、久しぶりだ。写真集見たわよ。見た見たわよ。何もっと露出しなさいよ。いつもみたいに露出しなさいよ。するよ。今日はしてくれるの。露出今日。そうよ。俺さ、大事な話なんだけどさ。俺さ、まあ童貞なの実は。え、童貞。誰にも俺のあそこあげたことない。もらっていいってこと。もらっていいってことなの。でもその代わり俺年間ナンバーになりたいから2500いってほしい。え、それは誰が、誰に勝ちたいの。え、誰に勝ちたいの。自分に勝ちたいの。自分に勝ちたい。私はじゃあどうしたらいいの。2500使ってほしい。え、でも俺まだ童貞なの。それは今まで食った男と違うよ。どういうことかしら。じゃあそれは童貞なの。あなたの初めてをいただけるっていうことでいいのかしら。でもそれだけじゃダメだろ。ガレージでも階段でもどこでもいいよ。ガレージでもいいの。しょっちゃんのために俺の全裸の写真集出すよ。それは私あげるよ。私だけのために作るよ。それを今からちょっと考えるわ。それを今からホテルで作るよ。今からなんかちょっと軽いわね、あなた。写真集もなんかいろんな人に見せて私にすぐ童貞くれるなんて言って、ちょっと軽いじゃないの。もっと私にだけちょっと見てよ。じゃあ俺もちっちゃい子にあげる。まん、さらんないで。いいじゃないの。さらんないで。さらんない。いいじゃないの。安くないか。ダメよ、ダメダメ。ちょ、待って。はい、負け。はい、これは負けじゃないですか。はい、ジャイは女の子専門や。うちの入るアイドルは、男性の方 NG でした。すいませんでした。それではね、皆さん、一応5人が終わったというところで、今年年末最後ということで、誰かサプライズで頑張ってくれるかな。おまさかの。それではラストいっちゃいましょうか。2015年、締めてくれる、締めてくれる音が。おし、ラストいっちゃいましょう。いっちゃいましょう。おいしょ。あのゲイがお店に来た時のにあのお金を使って。おるやん。ほら。いや、おるやん。社長じゃないの。え、今日いいの。今日ね、ちょっと風邪ひいてるから。あら、声がもう、ね、おかまみたいになってるけど。まさかインフルエンザじゃないでしょう、ね、インフルエンザやったらこうへんよ。そうね、うん、始めよう。あら、今日どうしたの。今日どうした。お前が来たんやろ。そうだったわ。お前が来てどうしたのっておかしい。そうだったわ。ちゃう、今日締めるやんか。そうね、今日持ってきてるわよ。持ってきてるやろ。そうよ、誰に使おうか迷ってるのよ。誰にとかじゃないやん。ん、まあ、俺の店やから。そうね、結果的に俺に入るのは分かってんねんけど。うんうんうん、だから結果的に
名前何？ショツコよ。ショツコ？そうよ。だからショツコが今月ミスエースになってほしいの俺は。その誰のエースとかもそんなんどうでもいいねん。あ、じゃあ店で一番使った女の子が一番偉いわけやんか。何それ、ちょっと社長の職権乱用じゃないのそれ。違うよ、来月からもうスーパービップも無料だし、今月だから頑張っていっぱいお金使えよ。来月ビップ待遇されるわけやん。こんな様子でいいのかしら。女の子他に。そんな様子ってコンドームかぶってて何言うてんねん。誰がコンドームやねん。コンドームショップの店員やろ。じゃあ夜もかぶせていいわけ。何かぶっとるわ。もうかぶっとる。出勤前に装着してくるっちゅうねん。そういうことなのね、うん、じゃあ今日ただ体だけでお金が発生するんだったら、ショツコ絶対違う店行った方がいいよ。俺らは癒しや面白さやいろんなものを提供できるからお金を使う場所としてホストクラブとして成り立ってんだから、そんなひねくれた考え持ってたらあかんよ。今日は楽しくお金を使え。うまいこと言わない。うまいなぁ。なるほど。なるほど。さすがさすがさすがちょっと待って、うちの社長入れて。社長。ほんぽろ。社長入れて。おーし下げれる。社長が来たぜー。おいしょー。みんなね、高熱の中で、今年最後ということで、みんな来てくれた。でも、ラスト3分しか時間ないから、よいしょ、アンケートの方行っちゃいましょうか。はい、それでは。よろしくね。ああ、喉痛いよ。でも社長みたいなのが一番女の子を落ち着く。まあね、まあね。ゲイやからね。そうやね。そうやった、ゲイや。でもゲイでも。1分前です。もう1分前。やべ、社長コウキさん。社長コウキさん。最後結果出して終わりやね。結果出して終わりや。今年の結果。芹沢コウキだよ。綺麗かっこいい？絶対これ見打ちしちゃうか？怪しい怪しいあの綺麗かっこいいっていうコメント怪しい怪しい、なんで俺こんな虚芸役になってもうたんやろ。出ました出ました。 OK ですか。じゃあお願いします。どんどん。えええレイがレイが入ったし。やった俺2位や2位俺2位やった俺1位やおじさん1位お前ダントツだ。えじゃあまあギョッピーピピピピ。まあ最下位やった人は今日はショッツさんと今晩よろしくという感じで。いや最下位やったメンバーがこの後キレンのキレンの、あれでツイキャスでテキーラ飲むんで見てください。よいしょ。今年もありがとう。今年もありがとうございました。ありがとうございました。ぶつかる感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたの先まで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった順序この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチューブ、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。